どうも、北山水泳です。はい、本日日本学生記録が出ました。学生記録というのは大学生の日本記録でございますね。今回出た種目は女子 200m 淡水路のメドレーリレーでございます。はい、出したのは中央大学ですね。はい、前回の記録と同じ感じでこう出しますけども、なんと前回の記録とほぼ同じメンバー、半分が同じメンバーという形で今回記録を更新したんですが、タイムの更新が 0.02 秒とかなりわずかなギリギリで記録を更新しました。はい、すごいですね。はい、まあ、4名中2名が同じメンバーなんですが、2名のメンバーが変わってもしっかりとほぼ同じタイムでこれで 0.02 秒上げて、学生記録を出してまいりました。最近ね、大学生の学生記録があんまり出てない印象がありましたので、今回このように出てくれて非常に勢いが出た感じがあります。今後ともおそらく淡水路の記録はどんどん出てくると思いますので、しっかりと今シーズンさらなる記録を期待しましょう。では今回以上。よいしょ。